栗野譲るは、神奈川県横須賀市出身のプロバスケットボール選手、指導者である。新州ブレイブウォリアーズのアシスタントコーチを務める。2003年から2018年まで、プロバスケットボール選手としての現役生活を経て、B リーグの豊か通り、ファイティングイーグルス名古屋で2017から2018、シーズンを最後に引退。ポジションはフォワード。 バスケ選手及び指導者のほか、自身が設立したスポーツビジネス、バスケットボールスクール、ウェブマーケティング及びアパレル関係の会社社長も務める。父親は元空母ミッドウェイ乗船員で横須賀基地に勤務していたアメリカ人。母親が日本人で生まれは神奈川県横須賀市、家庭の事情でカリフォルニア州に渡り3歳から再び、 横須賀市で生活し、再び都米市ワシントン DC で暮らす。バスケは13歳から始める。ノースウェイスタイ高校時代の1996年には、州選手権準優勝、チームのキャプテンを務めた。1998年マウントオリブ大学、トロージャンズ時代に NCWA ディビジョン 2C 枠、カンファレンスレギュラーシーズン優勝。大学卒業後1年間、 グラフィックデザイナーとして働いていた経験がある。2003年、日本に帰国し、JBL の OSG フェニックスに入団、同シーズン JBL スーパーリーグのオールスターに選出される。ただ後に控えに回されることになる。2005年、この年から発足した BJ リーグに適念すべきドラフト指名第1号として、大分ヒートデビルズに指名され入団した。 2005年8月、ジョージ・ワシントン大学の経営大学院スポーツマネージメント学科に入学する。この大部在籍時である2006年から大分の経営コンサルタントも務めた。2007年2月、青木・ハヤトとの BJ リーグ史上初となる交換トレードにより、東京はパッチへ移籍。2007から2008シーズン、大分ヒートデビルズへ復帰。シーズン終了後退団。 2007年、エリータス株式会社を設立。スポーツビジネス事業、アパレル、およびグラフィックデザインを中心に活動。2008年、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズに移籍。2010年12月、ジョージ・ワシントン大学経営大学院修了。観光事業運営、スポーツマネージメント学科の修士課程を取得する。2011年5月、 バスケットボールとマイナースポーツの普及を目的とするエリータスアカデミーを開校。2011年9月、経営陣改進によりチーム名変更となったレバンが北海道に移籍。貴重なインサイドプレイヤーとして徴用され、同シーズンにはレバンが最高順位となる5位入りに貢献した。2013年7月、NBL に新たに参入する熊本ボルターズに移籍。 副首相を務め主力として活躍するも、2014年2月、左膝内側側腹副人体損傷により、長期離脱した。2014年7月、NBL に新たに参入する、広島ドラゴンフライズへ移籍。これは、王の厚氏 AC から誘われたものであり、新規参入チームに、ベテランの経験を期待されたことに加え、選手兼任する方で、 外国人選手の通訳として契約した形となった。2014から2015シーズン、広島は天皇杯日本総合選手権でプロ新規参入チームとして歴史上初の決勝進出及び準優勝を果たす。2016年7月、NBL と BJ リーグが統合し、B リーグが開幕。B2 に所属する島根スサノーマジックへ移籍。先発の日本人、 パワーフォワードとして B2 西地区優勝、B2 リーグ準優勝、そして B1 最短昇格に貢献。2017年7月、B2 中地区に所属する豊か通り、ファイティングイーグルス名古屋へ移籍。インサイドの主力選手として B2 中地区優勝に貢献した。同シーズン中に引退を表明。2017から2018年シーズンを最後に、 選手生活に終止符を打つ。現役最後は優勝を受け追い人と呼ばれるようになった。2018年9月、ザイオンクリスチャンアカデミーインターナショナルスクール高等、部女子チームのコーチを務める。2019年3月、3人制国内、プロバスケットボールリーグ 3X3 エグゼプレミアに所属する沖縄72エグゼに入団。球団はチームの柱として、 存在感を表すことを期待。2019年8月、B リーグ2018から2019シーズン B に、王者である、新州ブレイブウォリアーズのアシスタントコーチに就任。新州 HC、勝久マイケルは、島根で一緒にやったから、彼の人間性はわかっている。信頼できるし、彼の明るさが、チームにプラスをもたらす。 通訳としても素晴らしいと入団会見で述べる。ありがとうございます。